大舞台の活躍が自らのパリへの道も切り開く。さあ今度はエヴァンス、エンドワン。ドゥエイン・エヴァンスもエンジンかかってきました。さらにもう一つ、これも決まらない。山崎ステップバックでフニューナ、フニュースリーチャン。川田の2つのオフェンスリバウンドからつないだポジション。川田からグラッシアジュニア、中にカット、中村、グラクシア、動かして川田、いい、いい、逆方向、ここへ来て素晴らしいオフェンスを構築しています、広島です、さあ、10点差、ディフェンディングチャンピオンの強さ、残り2分半、さあ、広島、中村からニック・メイヨー、戻してきてますね、これ、ファントームですね、こういうスティールでもチームです、まもなく残り1分半、さあ、また岸本が凄まじい1点差のディフェンス。ブラックシアジュニアとダーラム、ブラックシアジュニア、ここも集中力が上がっている後半のブラックシアジュニア、これで15得点。得られない状況にはなってる。これゾーンですね。はい、琉球のディフェンス少し変化を加えていきます。相手山広瀬コーナーからスリーポイント。ボールがよく動いてますよね、コーナーですね。ゾーンやった瞬間にね、そうやって外1本、ジャンポールステーションからの再開です、ポジションは広島です、お互い1回ずつのオフェンス、これだかね、飛び込んでいく、ブラックシアジュニアです、7ポイント、ブラックシアジュニアから、ニック・メイヨン、ビッチロードのマッチアップ、そして、ピンクについているが、神様のスリーポイントがここで入った。これいいパターンですよね。そうですね、やっぱボールがコーナーの方まで落ちてるんで。そして岸本、この2人のやり取りから最後スリーポイントに行きますが、カークリバウンドどちらでか。メイヨは弾き出しました。そして中村走るブロックに行ったんですが、かわして山崎、これも決めるのか。決めた、4本目、チャンピオンシップは山崎劇場。今はぐっと勝利近づいてきますけどね。あっとダブルチームいった、これ受けに来てやる、囲んで、そして前に運ぶ、あっと前に空いていた、川田のダンク。神様ボンズパスから川田チュニジのダンクだ。カーク選手の上から合わせ、のようが、はい、ガーラムに山崎、そしてバンカス、クーリー、岸本が受けて、左には今村がいますが、まさにその入り込んでいたブロックショットだ。中村のブロックが飛び出しました。攻守にわたって躍動します。山崎シューター打たせないか、ショットブロック残り5秒、中に入れた、ブラックシャージュニアだ。ようやく得点、使い切った中でね、まだ全然分かりませんね、5分で7点の点差っていうのは、やはり、さあ、空いている、三谷が空いていた、すぐに取り返した広島ドラゴンフライズ、珍しいですね、こんなに琉球のディフェンスが大きなズレが生まれてしまうっていうのはね、はい、エヴァンス、また行くか、ここも飛ばせてシュートを沈めた。この勝負強いワンドワン、はい、エヴァンスリバウンド取った。さあ時間を使う、ベンチ、チーム、選手抱き合って、そして寺島の目には涙、観客総立ち、そして今ファイナルゲーム3試合終了。今シーズンのチャンピオンは広島ドラゴンフライズだ。新たな時代の幕が開きました。歴史に名を刻んだ広島の下克上、初優勝達成。
皆さん3回やります。1、2、3、ガチャチャカガチャチャカガチャチャカ、おめでとうございました。Bリーグ2023-24 シーズンチャンピオンは広島ドラゴンフライ。